ティルチラーパッリ包囲戦は、1741年1月から、同年3月にかけて、ティルチラーパッリにおいて、マラータ同盟のボーンスレイ家の当主ラグージー、ボーンスレイとカルナータ家大主の一族、チャンダー・サーヒブとの間に勃発した戦い。1740年4月、マラータ王国の要請を受けたボーンスレイ家当主、ラグージー・ボーンスレーは、カルナータ家地方政権の領土に攻め入り、 5月20日に首都アルコット近郊で大使ドーストアリー・ハーンの軍勢を破り、アルコットを占領した。その後、大使の息子、サフダル・アリー・ハーンと娘婿チャンダー・サーヒブとの間で大使をめぐる争いが起き、前者がラグージー・ボーンスレーの援助を受け、11月16日に大使となった。一方、敗れたチャンダー・サーヒブは、 アルコットから南のティルチラーパッディへと逃げ、ティルチラーパッディ城に牢城し、ラグージー・ボーンスレイは、タンジャーブール・マラーター王国の支援を得て、彼を追った。1741年1月16日、ラグージー・ボーンスレイ率いるマラーター軍は、ティルチラーパッディを包囲し、チャンダー・サー・ヒブも、牢城の構えを崩すことはなかった。チャンダー・サー・ヒブは、 フランス・ポン・ディシェリーに家族を避難させていたが、自身は、マラーター側によるティルチラーパリの綿密な封鎖により、食料などの物資不足に苦しむこととなった。そして、3月26日、チャンダー・サー・ヒブは、ティルチラー・パリを出て降伏し、マラーター側に捕獲された。チャンダー・サー・ヒブは捕らえられた後、マラーター王国の首都、サー・ター・ラーへと送還され、 ラグージー・ボーンスレーはもまたナーグプルへと帰還した。その後、ティルチラー・パリーを統治するため、マラーター本国から、ムラー・リーラーをゴールパデーが送られ、この地を治めることとなった。1742年10月3日、大使となっていたサフダル・アリー・ハーンは暗殺され、その息子、サーダ・トゥラー・ハーン2世が即位したが、 デカン地方のニザーム王国がこれに介入し、1743年にマラーターの支配していたティルチラーパリーに兵が送られた。ありがとうございます。